おじさんみたいな平野使用ファンサービスから下ネタ回答までファンが驚愕する姿勢を見せる。平野市用のインスタグラムが公式マークを取得しフォロワー数が300万人を突破したことが話題となっている。彼はストーリーズ機能を使用して喜びを表現しました。今年5月にキングプリンスを脱退し、 ジャニーズ事務所からも退場した平野紫耀は、約1ヶ月の空白期間を経て、滝沢秀明さんが設立した事務所、トベに所属することを発表しました。その直後にインスタグラムを開設した彼の動きには大きな反響があり、わずか4日でフォロワー数300万人を突破しました。ジャニーズ退場後、平野は以前の空白期間を埋めるために、 ファンサービスに力を入れています。彼はインスタグラムの使い方について全然わからないと言いながらも寝起きのオフショットを掲載したり頻繁にストーリーズを更新したりしています。ジャニーズ事務所に所属していた時はグループの SNS しかなかったため個人のインスタグラムの解説に対してファンから喜びの声が上がっています。また、 平野は7月8日と10日に質問の箱という企画でファンからの質問に答えるストーリーズを投稿しました。100件以上の質問に回答し、ファンとのコミュニケーションを図りました。ツイッターでは平野氏用質問の箱がトレンド入りするなど大きな反響を呼びました。しかし一部のファンは彼の姿を見てなぜかがっかりしているようです。 彼のファンの一人は、平野くんをずっと応援していました。海外進出をしたいという報道があったので、ジャニーズ事務所からの退場も仕方ないと思っていましたし、活動再開自体は嬉しいです。しかし、結局、元ジャニーズの人ばかりが介入している、タッキーズ事務所に移籍したことは違和感があります。 海外進出したかったなら、留学したり、海外案件に強い事務所に入ればよかったのではないかと、モヤモヤしてしまいます。と語っています。また、彼が、質問の箱、での回答をする姿勢についても、ファンの間で話題となっています。彼の回答の文章は、宇宙人って信じますかという質問に対して友達にいる、よと答えたり、カメハメ波打てる と聞かれて昔はちょっと出たんだけど、ねと答えたりするなど古臭いギャグのセンスが感じられるというのです。これにより、彼はおじさんみたいに思えると一部のファンからは批判の声も上がっています。実際に、ツイッターのサジェスト機能には、平夜を様ださいというフレーズが急上昇しているとのことです。 一部のファンは、翔くんがやってる集中力を上げるコツを教えて、という質問に対して、やだけカタカナなのなぜなぜ、矢印最近覚えました翔、という下ネタ返しをして幻滅したと話しています。彼らにとって、キラキラしたアイドルだった平野が男子中学生のような下ネタのセンスを披露することは望ましくなかったようです。 彼が金プリを退場してまでやりたかったのは、こんなことだったのかと感じ、一部のファンは冷めてしまったようです。平野紫耀は100件以上の質問に回答する姿勢を見せましたが、これによって彼とファンの距離が近すぎることが問題となったのかもしれません。彼の魔法が解ける日が来てしまったのかもしれません。平野紫耀の行動は彼自身がファンを思って行っているものですが、 彼の下ネタ回答や古臭いギャグのセンスによってファンの一部はがっかりしています。彼がこれからどのようにファンとのコミュニケーションを図っていくのか注目されるところです。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。